リンゴルフご覧の皆さん、こんにちは、じゅんです。お気づきの方もいらっしゃるとは思うんですけれども、2016年11月にリンゴルフがスタートし、2019年3月にメイン MC が長期不在となりました。そして今年1月には、リンゴルフを卒業されました。4月には宮下さんご自身もリンゴルフアップバンクから去り、このリンゴルフ自体もどうなってしまうのか全くわからない状況でした。そんな状況の中、今回リンゴルフを救ってくださったお二人を紹介させていただきます。はい、それでは今回リンゴルフを救ってくださったお二人を紹介いたします。よろしくお願いします。リンゴルフファンの皆さん、この度リンゴルフを引き継ぎました JPN ゴルフの竹内と申します。私は基本 LA に住んでおります。3分の1程度日本に滞在します。私は大のゴルフ好きでありまして、LA 中心に年間180ラウンドほど、ゴルフをプレーしております。リンゴルフを引き継がせていただいた、理由はですね、リンゴルフオープンを中心とした全国のリンゴルフのネットワークの中に入れていただき、またその、ゴルトモネットワークをグローバル化し、リンゴルフファンの皆様と LA を中心とするアメリカでプレーをご一緒できればと思っているからです。ぜひ LA にお越しください。これからもリンゴルフ開始以来の頑張るゴルフ女子の動画撮影、また、新しい企画であるプロとの対決動画、新人ゴルフ女子面接動画などなど、こちらのPCM 編集長の村田さん、純ちゃんとともに、楽しい動画を提供させていただきたいと思います。また、私が LA に在住しておりますので、LA の素晴らしいゴルフ場を LA のリンゴルフ女子とともに紹介させていただきたいと思います。それでは、リンゴルフ編集長として、制作に協力していただく、ゴルフ業界のスペシャリスト、PCM の村田編集長にご挨拶いただきたいと思います。はい、PCM の村田です。今後 PCM の編集長として出演させていただくことも多々ございますが、リンゴルフの制作を関してですね、リンゴルフ編集長としてお手伝いさせていただきます。よろしくお願いします。最後に、リンゴルフオープン2020についての発表です。コロナウイルスの状況を見て判断いたしますが、第1回リンゴルフオープン2020は、9月に船橋カントリークラブにて開催したいと思います。今年のリンゴルフオープンはミッションヒルズへの道として、優勝者及び、参加者の中から抽選で1名合計2名を USLPGA メジャー第1戦アナインスピレーションの会場であるミッションヒルズカントリークラブにご招待いたします。優勝を目指してふるってご参加ください。これからも、今までの演者の皆さんとともに新体制にて、皆様に楽しんでいただける動画を提供させていただきたいと思いますので、リンゴルフをよろしくお願いいたします。はい、ということで、ご希望の企画等ございましたら、ぜひぜひコメントをいただけたらと思います。ご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。